ちは。今日はですね、こちらのキーボード、エボメーカーさんのシャドウ S というですね、キーボードをレビューしていきたいと思います。まずね、ざっくり概要だけお話しするんですけれども、エボメーカー様からですね、お声掛けいただきまして、使わせていただいているんですが、打鍵感がですね、カタカタカタではなくて、このコトコトっていう感じで、とても打ってて心地よくてですね、気に入っております。で、そして、このキーボードはですね、打ち心地だけではなくて、機能面っていうところもかなり充実しておりまして、Windows、Mac、どちらも対応してますし、接続方法がですね、有線や Bluetooth、あと 2.4GHz のドングル接続っていうですね、3つから選ぶことができまして、いろんな接続方法がありますし、また、ここにですね、1.14 インチのスクリーンが搭載されていて、各種情報とかをですね、表示させることもできますし、さらにですね、VIA というソフトにも対応した機種になっております。この VIA とはですね、直感的にキー配列を変更設定できるツールでございまして、この動画の後半でこの VIA の設定手順っていうところもね、お話ししようと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ではですね、まず早速外観についてね、お話をしていきたいと思います。こちらのモデルですね、シャドウ S はですね、英字配列のテンキーレスのタイプになっておりまして、カラーはですね、このホワイトブラウンとピンクホワイトの2色展開となっています。自分はレトロな雰囲気がちょっといいなと思いまして、こちらのホワイトブラウンを選ばせていただきました。そしてキーボードのこの右上の方にはですね、クリーンとあとダイヤルのこのノブがですね、ありまして、このノブはですね、ボリュームの調整とかができるようになっています。でサイズとしてはですね、横幅約36センチ。で縦がだいたいですね、14センチほど。で、高さに関しては、だいたい3センチぐらいとなっておりますね。一応段階を分けてですね、ここ、2段階の高さをですね、調整することができまして、1段上げた時には約4センチぐらい。そして、もう1段。上げた時には 4.8 センチぐらいですかね。まあだいたい5センチぐらいになるといったようなイメージでございます。接続方法に関しては USB Type-C の有線接続と、無線接続は Bluetooth とあと 2.4GHz のドングル接続を選ぶことができまして、このスイッチで切り替えることができるようになっています。でちなみにですね、2.4GHz のドングルはここにですね、刺さっておりますので、これをですね、パソコン側にUSB で接続いただくという感じです。一応ですね、付属品はこんな感じで、USB の Type-C のですね、ケーブルが一つと、スイッチを取るためのこういった器具と、予備のキースイッチが3つほど入っておりますね。ちなみにこの USB ケーブルはですね、こんな感じで白色のものが付属しているんですけれども、個人的にはですね、こんな感じのコイルケーブルがね、よく似合うと思います。で実はもともとこのコイルケーブル、エポメーカーさんのコイルケーブルを使っておりまして、このキーボードにもね、相性抜群かなと思っております。そしてこちらのモデルはですね、RGB のバックライトもついておりまして、で南向きの場所にですね、LED が配置されているので、綺麗にですね、光ってくれるというモデルでございます。はい、で外観はこんな感じでして、ここからはですね、こちらのキーボードの特徴というか、良いポイントっていうところをですね、4つほどご紹介していきたいと思います。まず1つ目がですね、こちらの1インチのスクリーンですね。ここにですね、日付とか時計とか、そういった情報とかを表示させておくことも可能ですし、あとですね、イメージカスタムツールという専用ソフトを使ってですね、自分の好きなですね、画像やアニメーションっていうのをですね、アップロードしたりすることができます。やり方は簡単でして、この専用ソフトをですね、公式ホームページの方からダウンロードいただきまして、例えば手書きとかでね、書いてもらってもいいですし、ここのピクチャーっていうところから自分の好きな画像を選んでもらって、こんな感じで、これをアップロードのボタンからアップローディングオールフレームっていうところで実施してもらうと、ここにですね、画面の右上のところのスクリーンに自分の設定した画像を表示させることもできます。自分好みのですね、デザインに変更できるっていうのが、やっぱ嬉しい機能かなと思っています。で、ちなみに、ショートカットキーのこの FN プラスエンターで、さっきの日付とかの情報にですね、切り替えることもできますので、自分の好きなタイミングで情報を確認して、で普段は好きな画像を表示させておく。こんな使い方ができるようになっています。
はい。そして2つ目の良い点がですね、このキースイッチの打鍵感っていうところですね。今回自分はムーランスイッチを選択させていただいたんですけれども、これがかなり好みの打鍵感になっていまして、まあ、リニアの軸ではあるものの、まあ、キー荷重に関しては 47g、まあ、プラスマイナス 10g ぐらいの、まあ、軽すぎない設定になっていまして、でキーストロークも 3.8mm、まあ、プラスマイナス 0.2mm といった感じでして、まあ、そんなスカスカ感もなくですね、まあ、こういったコトコトっていった音も心地よくていい感じかなと思っています。で実際に打鍵音もね、改めて聞いていただきたいので、こちらをねご覧ください。はい、という感じでこんなが打鍵感でございます。で他にもですね、フラミンゴスイッチ、フィステリア、リニアスイッチといったですね、エボメーカー様の他の軸も選ぶことができるんですけれども、まあ、今回はね、この自分はこのムーランスイッチっていうのを選ばせていただきました。はい、で、良いと思う点ですね、3つ目が、まあ、豊富な接続方法というところですね。まあ、有線の接続もですね、もちろんなんですけれども、ワイヤレスでの接続もできるようになっていまして、まあ、ここのスイッチを切り替えることでですね、Bluetooth やドングル接続っていうことを選択することができます。で、Bluetooth についてはですね、3つまで登録先を設定できまして、ショートカットキーで簡単に切り替えすることができます。複数台デバイスを使っている方にもですね、やっぱ嬉しい機能かなと思います。そして、良い点4つ目が、ビア対応モデルということでございますね。で、ビアについてはですね、今回詳細の説明はちょっと割愛させてもらうんですけど、まあ、簡単に言うとフリーのキーマッピングソフトですね。まあ、自由にですね、キー配置やマクロを設定することができて、割と自由度が高く設定できるソフトになっています。で、そのビアに使用できる JSON ファイルっていうのが準備されていまして、この公式のホームページの方から下の方に行っていただくと、ここにですね、各種 JSON ファイルが用意されています。ここからですね、JSON ファイル、まあ、USB 接続の時と 2.4GHz のドングル接続の時のこの JSON ファイルっていうのをダウンロードいただきまして、ビアを起動していただきます。ダウンロード先はね、概要欄に URL 載せておきますので、そちらを見ていただければと思いますが、まあ、あのフリーのソフトなので、ダウンロードとかは自己責任でいただけると嬉しいです。はい。で、ビアを起動すると、こんな感じの画面でございまして、このデザインタブというところから、ここの Use V2 っていうところを、これね、オンにしてください。そうするとですね、こんな感じで設定ができるようになりまして、このロードボタンから、さっきダウンロードしたJSON ファイル 2.4GB のやつと、あと USB のやつ。これを選択いただいて、ロードしてください。この状態で、キーボードですね、再接続かけていただくと、こんな感じでですね、画面が切り替わります。で、このキーボードのマークのタブを選んでいただくと、こんな感じの画面になりまして、まあ、各種キー配置とかをね、変更いただくことができまして、まあ、マクロとかを準備して、この辺に、まあ、自分好みに配置するっていうことができるようになります。まあ、こうした設定を、こんな感じで細かくね、一個一個設定変えれるっていうのはかなり嬉しい機能ですよね。レイヤー1の方にはこのショートカットキーとかがね、割り振られておりますね。さっき言ったこのショートカットキー、FN キーと Q ボタンを押せば Bluetooth の接続1になりますし、あと Bluetooth 2と3というところはそれぞれ W と E のところに設定されていて、あと USB ドングルに切り替えたいときは FN と R を押せば切り替えることができますね。はい、ということでこちらのですね、エポメーカーシャドウ S の魅力をですね、お伝えしてきたんですけれども、一応気になる点というか、ちょっとデメリット的なところもねありますので、1点だけそちらをご紹介したいと思います。でそれがですね、まあ、日本における無線接続の規格である技的マークに対応してないというところでございますね。まあ、せっかくの便利なですね、無線接続ではあるんですが、厳密に言うと日本での使用はしちゃいけないといった整理になってしまいます。まあ、それに準じた海外の規格にはちゃんと対応しているので、製品として何か問題があるってわけでは全然ないんですけれども、
まあ、ルール的にはちょっと使えないといったデメリットがねございますね。で今回自分はこのレビューにあたってですね、まあ、総務省ですかね、はい、まあ、一時的な利用の届け出をした上で今回使用させていただいておりますので、まあ、大丈夫なんですけれども、ちょっとそういった手間がね発生するっていうところがありますので、ご注意いただければと思います。まあ、とはいえ有線での接続してれば問題なく使えますし、まあ、こういったカスタムケーブルとかを使えばですね、まあ、デスクもおしゃれになるので、まあ、要は使い方したいかなとは思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はエボメーカーさんのシャドウ S というキーボードをレビューさせていただきました。初めて使うムーランスイッチという軸だったんですけれども、個人的にはかなり好感触の軸だと思います。コトコトコトっていうところの音も、打鍵感っていうところもすごくいい感じですし、ちょうどいい感じの軽すぎず重すぎず、この辺の打鍵感すごくねいい感じかなと思います。またこのディスプレイのですねカスタマイズ性だったりとか、ビアの対応といったところもですねポイントが高いかなと思いますので、まあ、レトロな可愛いキーボードをお探しの方はですね、ぜひ検討いただければなと思っております。はい、こちらのチャンネルはですね、こういったデバイス周りのガジェットだったりとか、あとは撮影機材のレビューなんかをさせていただいているチャンネルでございます。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。